今日も一日お疲れ様です。りょうです。今回はワークマンの春夏新作、張りがあって高見えする超シンプルでトップスにもレイヤーにも使いやすそうな長袖クルーネックをご紹介していきます。このチャンネルは骨太ごつめ体型の僕がおしゃれで普段着に使えるワークマンアイテムをたくさんご紹介しています。 YouTube の他に Instagram でもワークマンアイテムをご紹介しているのでよかったら見てください。それではどうぞ。はい、ということで今回はワークマンのコットンポンチ長袖クルーネックをご紹介していきます。見てください、この長袖超シンプルなんです。ワークマン特有の反射板とか胸のポケットがなくってほんと超シンプルなんですよね。ついにこういうのもワークマンから出ちゃいました。ワークマンの春夏の長袖って持続冷感がついていたり肉厚でタフなものとかが多かったんですが、逆にこの長袖はそういった機能性がないとってもシンプルな T シャツなんです。ここまでシンプルなものってほとんどなかったんじゃないかなと思います。しかもこの T シャツ結構張り感があって高見えするし、いろんな場面で使いやすそうなちょうどいいシルエットです。この春や秋にかけて大活躍間違いなしだと思うので今回ご紹介させていただきます。タグはこんな感じです。コード番号は21587、お値段は980円です。2024年の春夏のカタログには載っていなくて、オンラインサイトにも商品ページはありませんでした。カラーバリはこちらのホワイトの他にブラック、チャコール、グリーン、ピンクの5色展開になっています。今回はこちらのホワイトを購入しました。メンズアイテムでサイズは M から 3L まで展開されています。今回は丈や身幅がちょうど良かった LL を選びました。今までのワークマンの春夏の長袖って結構細身のシルエットが多くてゆったりしたものってほとんどなかったんですが、この長袖は身幅と袖幅が広めで全体的にゆったりしたシルエットになっています。ほんと着回ししやすそうな今時の長袖クルーネックかなって感じです。トップスとしてももちろん、シャツの中に着るレイヤーとしても使えそうなんですよね。生地感はこんな感じです。ポリエステル 60%、綿 40% の素材で生地感がしっかりしているポンチ生地になっています。ポンチ生地って両面機と呼ばれる機械で編まれたダブルジャージーの生地で、ストレス性があってイージーケアで型崩れしにくい特徴があります。画面越しでも伝わりますかね、この張り感。この張り感は980円とは思えない感じで高見えするなって思います。しかも肌触りがいいんで着心地もいいです。袖はリブになっていて裾も超シンプルです。ワークマン特有の機能性っていうのはないので、ほんとデザイン重視の長袖だと思います。じゃあ早速着替えていきたいと思います。はい、ということで着替えてみました。こんな感じです。僕の身長は175センチで LL を着用しています。どうでしょうか。今時な、ほんとちょうどいい感じのシルエットですよね。僕は LL サイズでちょっと大きめのサイズ感に合わせています。 3L でもいい感じだったんですけど、ちょっと裾が長すぎるなという感じがあったんで、ワンサイズ落として LL を購入しました。ほんとこの身幅とか袖幅のゆったり加減がめっちゃいいんですよね。太すぎず細すぎずっていう感じのちょうどいいバランスになっています。本当この感じ最高です。生地感はしっかりしていて張り感があって見た目もいいですし、ストレッチ性もかなり効いてるんで着心地は軽くていいんですよね。今トップスとして合わせてるんですけど、これ1枚でも様になってますよね。やっぱりシルエットがいいんでコーデが組みやすいっていうか、今時な感じでまとまって見えると思います。本当無難な1枚だと思います。でさっきのコーデにちょっとジャケット羽織ってみてセットアップの
コーデにしてみました。こんな感じです。まあ、ちょっとレイヤードみたいな感じで着こなしてるんですけど、こういった感じでもすごく似合いますよね。ほんと無難で使いやすい。やっぱりジャケット羽織っても中のこのロンティーそんなに厚手の感じじゃないんで、ほんと上から羽織っても全然窮屈感とかもありません。1枚持っておくと何でも使えそうかなと思います。まあワークマン特有な機能とかはないんですけど、本当コーデに合わせやすい1枚だなと個人的に思います。まあ、本当逆にシンプルすぎるんで、逆にワークマンからこんなの出たのって思ってちょっとびっくりしちゃいましたけどね。はい、次は夏コーデをイメージしてちょっとショートパンツに合わせてみました。こんな感じです。シルエットがやっぱりゆったりしている分、こういうショートパンツにもトップスで着られていい感じです。僕結構ショートパンツ持ってるんですけど、長袖で1枚合わせるってなるとワークマンのものちょっと細身のものが多かったんで、ワークマン以外のロンティー使ってたんですけど、これは本当に使えると思います。夏場でも長袖着たいなとか、ちょっと日差しとかで気になることあったんで、ちょっとゆったりめの長袖欲しいなと思ってたところに、あ、このロンティーなら夏場でもいけるなと思って買ったのもあります。シンプルがゆえこういういろんなコーデに合わせやすいんで、本当重宝すると思います。まあ、夏にも着れそうな感じがあるんで、本当に春夏秋とかに便利かなと思います。で、地味にやっぱりこのリブがあるのがちょっと嬉しいですよね。まあ、今の時期からなら長ズボンと合わせたり、それこそセットアップで着たりとかにおすすめですし、夏場になるとやっぱこういうショートパンツにも合わせられると思うんで、まあ、本当持ってて損はない1枚かなと思います。しかも980円なんで、本当お財布に優しいし、まあ、安いけど張りがあって高見えするロンティーだと思うので、もし気になった方はぜひ店頭でチェックしてみてください。ということで、以上ワークマンの春夏着回ししやすいコットンポンチ長袖クルーネックをご紹介しました。ワークマン特有の機能性はありませんが、今時のシルエットでトップスとしてもレイヤーとしても着回しできるタリカン最高な万能長袖です。これで980円、さすがにコスパ良すぎると思うので、気になった方はぜひ店頭でチェックしてみてください。最後まで見ていただきありがとうございました。今後もワークマンアイテムやプチプラアイテムをどんどんご紹介していきますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。またねー。